お誘いいただいた時は第一印象としてはワクワクしました。なんかこう新しいことに向かっていく何かきっかけになれるのかもしれないと思うと、なんか楽しいことが起こりそうだなと思いました。もうほぼほぼ説明をたくさんしていただいて、なんかもう変わらなきゃなというか、変わっていくんだろうなっていう空気は多分もう世界中の人たちが何かしら感じているのではないかなと思うんですけど、それをなんかそれぞれがじゃあ何をっていうのを考えるきっかけがこのプロジェクトなのかなと思うし、そのアンバサダーになれるっていうのは自分自身にとってもとても有意義なことだなと思いますし、なんか個人のそれぞれの考えというか頭の中とか意識とかそういう感覚とかそういうのをまず知って、自分の中で認めて消化することがなんか当たり前になったらいいなと思います。なんか共感できなかったとしてもまず知って、あ、そうなんだねって思えることが、大事なんじゃないかなと思ったり、だから個人の大切さみたいなのをすごく共感しますね。まだまだそのサステナブルというものについては勉強中なんですけれども、H&M さんが取り組んでらっしゃるその古着回収のサービスっていうのは私も日頃から、利用させていただいているので本当に感謝の気持ちで見てますし、あとは先ほどそのお話を聞いて、もう今までになかったような素材から繊維を作って洋服を作るっていうのはもう想像以上の出来栄えっていうか、ここからっていう予想外のものを作り上げていて、とてもお話を聞いてて楽しかったですね。はぁ、これが一番難しい。そうですね、本当に、私自身も今日こうやって撮影に参加して実際にお話を聞くまでは分からなかったことばかりだし、今もまだまだ知らないことばかりだなと思うんですけど、なんかこう自分はこうだっていうのが、環境に対してでもいいし、なんか生活に対してでもいいし、お洋服に対してでもいいし、なんかそういうのを見つけるきっかけになればいいなと思います。